栄養はない栄養ワンオーハンサム、クールな態度に見える林帝陽です。同じ村では、彼はグリーンリーと呼ばれる娘の宮殿の最後の名前があった、美しく見える、読み書きは、結婚していない義理選択されています。彼女の母親が他人に語った、私は彼に彼女の娘と結婚するように、第一のドアとルックスが栄養ワンようになり、栄養ワンよく何かを見るために、彼の妻にこの、嘘を聞き、井戸に妻を押され、歴史ので、彼は緑の井の妻と結婚しました。二人はお互いを愛しています。しかし、グリーン井は、彼らは彼女を守ってドアを閉め、あまりにも美しい、栄養案内心配を成長し、拒んだ。グリーン井は、彼女の家族に戻るために、緑色の井でカバーローブを支える両手で栄養案ワイスの上に、一つの方法または別のを出してしまいました。ジャイアオールヤンをもマークされ、その後車の中で彼と一緒に戻って、家で一晩彼は一緒に緑イーのバッグを促しました。グリーンイーの心は怒っている、非常に不幸であると言った。私は他の男性とデートしていた場合、あなたは私を制限することができます。どのように、この小さなトリックはアウト栄養案の何かが家の中にグリーンの電子ロックを置きます。グリーンイーは故意にドアの中の鍵を探していると、彼は不審聞かせて、彼は消えていた彼の寄り付かれています。栄養ワンを大きい激怒を見て、それがどこから来たのか尋ねました。グリーンイーは怒って言った。私は知りません。栄養ワンより懐疑的な、より厳格な A ガードを。ある日、長い時間のためにドアの外に、盗聴から栄養ワンバッグは唯一のロックを開くためにドアを開けた、と私は静かに家の中に、音を思いつくことが怖いです。ベッドに横たわってミンクの帽子を身につけている男を見た。彼は怒りにやった包丁を取り、ベッドに行き、彼は死にハッキングされました。日中グリーンイーの寒さの睡眠であることが判明した精密検査では、ミンクは顔をカバーしています。栄養案の極端なパニック、ストンプ崩壊、グリーンイーの父親は公式に報告されたので、怒っつやを案ました。公式栄養案を逮捕された服を拾って重い罰則を課します。唯一の死を逃れるために、公式の上下関係者を買収するための資金の矢を挟ん支出がたくさん、トランス状態になっているので、彼は不足している何かを持っています。ある日、彼は一人で座って男、グリーンイーとベッドの親密な、アブフォード魂、ライフランで髭を生やした男を見たが、ベッドは消えていました。彼は非常に怒っていた。ナイフとベッド、マットレス、マットが切断されて作る二人を見て、戻って座りました。彼は怒って彼はすぐにカット、すぐに頭切り落とさを笑う見て、待って、グリーンイーの前に立ってみて、ベッドナイフに行ってきました。彼が座った後、グリーンイーは、まだ彼を見て、笑って、ベッドに立って、夜に消灯した後、私は輸出にあまりにも難しいグリーンイー変態プレイをと、不潔で男を聞きました。フィールドや家を売る毎日、耐え難い栄養ワンを、その後、私たちは、生きるためにどこかに移動する必要があります。その夜、泥棒は、家の穴に全てのお金が盗まれた栄養ワンを終えました。それ以来、ほとんどあまりにも貧しい、土宿泊栄養ワンを奪われ死亡しました。村人たちは急いで埋め彼を置きます。別の詩は言った。好きな新しい人々と古い人々は、あまりにも残酷な殺しました。人々は仕事だけで新しいゴーストを知っているが、私は古い幽霊が彼の魂を殺したのかわかりません。ああ、だから何を死ぬも、靴に合うように、短い足の指をカット。